ソンから、シュレンケルラ・ラオホビアを注いでいるところラオホビア、あるいは、単にラオホとは、独特な燻製の味を持つビールのスタイルの一つ。スモークビールの一種でもある。ラオホは、ドイツ語で、煙の意味であり、ラオホビアは、燻製した爆芽から、仮面発酵で作られるビールである。ドイツのバンベルクの名物ビールであり、その中でもシュレンケルラのラオホビアが代表に挙げられる。 燻製によって得られるスモーキーな風味が最大の特徴でマイルドな甘みもある。日本地ビール協会の定めるビアスタイルガイドライン1208ではスモークビールのサブスタイルバンベルクスタイルラオホビールとして定められておりベースとなるビールのスタイルによって以下のように細分されている。アルコール度数、苦味、色、標準参照法は ベースとなったビールのスタイルによる、大いのない火の上に爆芽をさらして乾燥させていた。爆芽を煙でいぶすことで、爆芽は、燻製の風味を持つ。その風味は、その爆芽を使ったビールにも及ぶため、ラオホビアは、燻製の風味を持つことになる。昔は、火の上で乾燥させる手法に加えて、直射日光にさらして、大麦爆芽を乾燥させていた。間接的な熱を用いて、 爆芽を乾燥させる釜の登場は工業化時代を待たねばならなかったが、その手法自体は紀元前1世紀ぐらいから知られていた。また、パンからビールを作る手法を含め、穀物からビールを作る様々な手法はあったが、燻製風味を持つビールは一般的ではなかった。18世紀初めから麦芽の乾燥用は次第に広まり、19世紀半ばには極めて、 一般的な手法になる。爆芽を乾燥させる際にも煙を別のところから逃す、釜の登場により、爆芽に燻製風味はつかなくなり、結果としてビールも燻製の風味はつかなくなった。結果、燻製風味を持つビールは次第に一般的ではなくなり、ついにはビール醸造の世界から姿を消した。ビールに燻製風味をつける別の方法は、 火の上ではなく木製の容器に置いてビールを加熱するビスケットを使う方法である。しかしながら一部の醸造所は大いのない火の上にさらして乾燥させた麦芽を使い続けて燻製風味を持つビールの伝統を維持した。それらの醸造所は2008年現在でも同じ町にあり他の5つの醸造所と共に稼働している。 両上増所ともブナの丸太を燃やした炎の上で、爆画を乾かし、ラオホビアを何種類か作っている。ありがとうございます。